フクロウ君、前回みたいなのは起きないように頼むよ。羽毛は火に弱い。もちろん口を慎むつもりだ。グラモス帝国早急戦線の敵機、すべてを焼き尽くす溶火騎士、果断な行動力で妥協の余地もない戦争兵器。これが性格ハンターサムが敵に与えた印象だ。だが実はサムは装甲のコードネームでしかなく、その所有者はなんと可憐な少女だったのだ。戦いのために生まれた装甲を装着し、生きるために戦う彼女こそが今回の一手請求の主役。フクロウさん、スタジオの内装がなかなかユニークじゃないか。あブートヒルさんがデザインくださったダメージ加工風なんだ。悲しい過去は水に流そう。装甲サムのデザイン、そしてホタルの戦闘スタイルを徹底分析するため、今回は装甲研究分野の専門家ベルトさんを招待した。とんでもない、俺はただの装甲愛好家に過ぎない。ご謙遜を。では早速一手請求。ホタルは壊滅の運命を歩む炎属性のキャラクターだ。彼女はサムと呼ばれるファイアフライ4戦略強襲装甲を装着して破竹の勢いで戦場を駆け抜ける。通常攻撃は装甲サムが指定した敵単体に炎属性ダメージを与える。拳にエネルギーを集め、肘の噴射装置による反動力で猛烈なストレートをお見舞いする。シンプルで実用的な技だ。戦闘スキルでサムは自身の HP を消費すると同時に一定割合の EP を回復する。敵単体により高い炎属性ダメージを与えるぞ。その他サム自身の次の行動が早まる。威力よりも注目すべきはいつまでも変わらぬこの定番の技。やはりかっこいい装甲を身につけると燃え上がるな。ベルトさんはなくてもスタジオを燃やしそうだ。サムの HP が低いほど火ダメージがダウンする。戦闘開始時に EP が一定割合未満の場合は回復できる。 EP が満タンになると自身のデバフを全て解除するぞ。必殺技を発動するとサムは完全燃焼状態に入り、通常攻撃と戦闘スキルが強化され、行動順が 100% 早まる。この形態では動力炉から溢れるエネルギーの性質が変化している。隠された機能よりは所有者の強大な意志の表れといった方がいいな。変わったのは外見だけではない、破壊力も増大しているぞ。強化通常攻撃で HP を回復し、敵単体により高い炎属性ダメージを与える。強化戦闘スキルで HP を回復し、敵単体に一定ターン継続する炎属性弱点を付与する。その敵と隣接する敵に自身の撃破特攻と攻撃力に応じた炎属性ダメージを与えるんだ。強化通常攻撃と強化戦闘スキルの削陣値がアップしているから、速やかな弱点撃破が可能だぞ。他にも完全燃焼状態のサムは弱点撃破効率、速度、効果抵抗がアップし、さらにテンプによるダメージ軽減効果が常に最大値を保つようになる。攻守兼備で各項目のパラメーターも優秀だ。ホタルさんは自身の意思でこの兵器の限界を突破した。戦闘経験を積めばホタルはいずれこの装甲の潜在能力をさらに引き出せるようになるだろう。特定の奇跡を覚醒すると完全燃焼状態のサムは炎属性弱点がない敵の人生を一部削れるようになる。完全燃焼状態のサムは必殺技を発動できない。アクションバーに完全燃焼のカウントダウンが出現し、ゼロになるターンに完全燃焼を解除するんだ。秘技を発動するとホタルは変身して空中に飛び上がる。一定時間移動した後、落下と同時に一定範囲内の全ての敵を攻撃する。戦闘では各ウェーブの開始時、炎属性弱点を持たない敵に一定ターン継続する炎属性弱点を付与し、敵全体に炎属性ダメージを与える。デバイスで変身し、天より降り立つ正義とともに颯爽登場。そして悪さをなす敵に制裁を下す。これはアニメと特撮の定番シーンだ。ああ、アニメを作ってた熱血時代を思い出すな。ではまとめよう。完全燃焼状態の装甲サムはより早く敵を弱点撃破でき、その敵に大量のダメージを与えられる。速やかに完全燃焼状態に入り、弱点撃破系のバフを付与できる味方と組ませれば敵の悪夢となるだろう。よし、
では戦場をかけるホタルの勇姿を見てみよう。特撮映画サムを持つ私に逆らうか、アクションシーン第一カット撮影開始。おう、ホタルと開拓者のタッグだ。そして相手は銀河で有名な悪者集団ハン物質レギオン。開拓者が率先して行動を起こす。戦闘スキルで敵の人生を削ると同時に EP が満タンになる。そして必殺技ホタルにバックダンスを付与。ここで主役のホタルが登場。装甲サムを装着した彼女は戦闘スキルを発動。かっこいい一撃だ。 HP を対価とした攻撃だが、消費した分の HP はサムの EP に変換された。必殺技を発動して完全燃焼状態に入った。このサムの前で人生などないに等しい。サムが再度行動した。強化戦闘スキルで敵に炎属性弱点を付与すると同時に敵を弱点撃破。奇跡の効果により隣接する敵に炎属性弱点がなくとも今の一撃で人生を削った。またまたサムのターン。開拓者のバックダンスにより敵にダメージを与えると同時に超撃破ダメージを1回与えた。息ぴったりのコンビネーションと隙を与えない猛攻の前で敵はもう再起不能だ。大金キタック。へえ、なんて爽快で熱い戦いだったんだ。でも心配せずにはいられん。もしサムが攻めてきたらまた内装が変わってしまう。この前フクロウさんの要素を加えた装甲を見せてもらったんだ。試してみたらどうだ。お、私に？それを早く言ってくれ。じゃあ来てから今回の番組を再収録しよう。性格ハンターが相手でも決して引き下がらぬ。サムなど恐るに足りない。送信した。兵器製造の参考にどうだ。どれどれ。この装甲の設計理念は動かざること山のごとしだ。堅牢な機体構造と分厚い装甲によりほとんどの攻撃を防げる。どうも変だな。何度見てもやっぱり変だ。というかなんで剣舞装甲なんだ。私は欲しいのであって合体したいわけじゃないんだ。